皆さん、こんにちは。京慶宇と申します。今日は中国語の会、能、可以、この3つの使い分けを紹介したいと思います。まず、会について紹介したいと思います。会は、習得的な技術、あるいは可能性を表す助動詞なんですが、習得的技術と言いますと、例えば、我会说日文。我会说日文というのは、日本語が話せます。これは、日本語を勉強して習得したことを、日本語を勉強して話せるようになりました。というふうに使います。可能性と言いますと、例えば、明天会下雨というのは、明日雨降るだろうというふうに使います。次に何について。能は高い能力、と都合、と条件、と許可を表す助動詞なんですが、例えば、高い能力、と言いますと、例えば、他能翻译というのは、彼は通訳できるよ。彼なら通訳できますという、高い能力を持っているときに使います。もし高い能力ではない場合は、例えば、他能走路、走路イコール、歩く。彼は歩くことはできますという、他能走路。中国語ではあまり言わないですね。皆さん、これについて気をつけましょう。都合と言いますと、例えば、他明天不能来。他明天不能来というのは、彼は明日来られない。これは、もしこの能を会について、書いたら、他明天不会来というのは、ちょっと気持ち的に、来たくない。彼は明日来たくなさそうですよ。来ないと思うよ。という、気持ちを若干という気持ちが、若干入っています。これについても皆さん気をつけましょう。条件と言いますと、例えば、这里不能游泳。这里不能游泳というのは、ここでは、泳いではいけません。という意味です。許可と言いますと、例えば、未満18歳不能喝酒。というのは、18歳未満、お酒を飲んではいけません。という意味です。というふうに使います。最後、可以について。可以というのは、条件と許可を表す助動詞なんですが、条件と言いますと、例えば、这里可以抽烟。这里可以抽烟というのは、ここはタバコが吸えますよ。ここはタバコの吸えるところですよ。というふうに、可以を使います。許可と言いますと、例えば、我可以去洗手间吗？という、誰かに許可を求める場合に使います。例えば、今、授業中で、先生、トイレ行ってもいいですか？というふうに、可以を、使います。まとめを紹介したいと思います。我会开车と、我能开车と、我可以开车、この3つの使い分けを紹介したいと思います。まず、我会开车というのは、車を運転する技術を取得しましたというふうに、我会开车を使います。我能开车というのは、例えば、私は手を、怪我をして、しかし、運転できます。ひどい傷があっても運転できますよ。というふうに、我能開车。というふうに使います。
最後、我可以开车というのは、例えば、友達と一緒にお酒を飲みに行って、で、友達が、いっぱいお酒を飲んでいて、私だけはお酒を飲んでいないです。そして、酔っ払った友達に、誰か、運転してもらえると言われたら、我可以开车というふうに、可以を使います。はい、以上です。会呢、可以、この3つの紹介でした。はい、皆さんご清聴ありがとうございました。